解体工事のサポートプラン塩田です。本日は安根解体工事のここを聞けばトラブル回避ができる、こういう動画を収めたいと思います。最安値の解体業者を選び、後で悔しい思いをしているお客さんも多い。ここで解体屋に聞いてみたい点を注意してみよう。お客様は解体工事をする上で一番費用面を気にされている方がほとんどです。値段ばかりに気を取られ、他の内容は無関心で、後からやってしまったと後悔する、こういう思いが多いです。実際に見積もりの内容を聞いて、項目が簡素化されている場合、例えば木造解体工事一式など値段が出ている、これは税込みなのか税別なのかもわからないというようなお粗末な見積もりもあります。見積もりとは見て積むので見積もりであって、項目が少しずつ積み上がって実際の工事費が出ています。どの範囲まで解体撤去するのか、庭は入っているのか、ブロック塀は撤去してくれるのか、全て更地にしてくれるのか、庭の中にも植木や井戸、あとは灯籠や石材などいろいろ庭のものがあります。そのようなものが見積もりに計上されていない場合、実際に追加料金になるのかとか、そういうことを聞いた方がいいでしょう。あと追加費用の発生する場合の条件、またタイミングがどのようになっていくのか、追加費用で当初の役者を埋め合わせする業者も多い。すなわち追加料金ありきで、当初の見積もりを出しており、後で埋め合わせをするというような採算を合わす業者も中にはあります。例えば工事前に契約を結んでくれるのか、契約にはいろいろな条項が書いてあり、例えば工事費用の内容や、あとは支払うタイミングなど、事細かに貸しのことなどを書かなければなりません。なのでこういうことを面倒くさがる業者も多いです。あと工事保険は加入しているのか、工事保険を加入していない場合、何か事故があった時に相手の方にきちんとした対応ができない場合があります。工事保険はやはり年間を通すと数百万になるので、基本的に節約しているというか、簡素な保険を入っている解体屋さんも多いかもしれません。解体工事業の許可、また登録はあるのか。解体工事業は専門業種で独立した許可がいります。また登録が必要です。ここで建築や土木、あと他の業種ではできない場合があります。すなわち無許可営業ということになります。一式工事の場合は建築や土木などが総合的に解体工事を含んでプロデュースしなければならない場合は一式工事でもできます。しかしながら解体工事だけで単品でする場合は都道府県の許可の担当者の判断にもよりますが、やはりできないというような判断がなされる場合もあります。
あとは支払いのタイミング、やはりお金で揉めるということが多いです。どのような時期なのか、着手金は請負金額に比べて多くないのか。例えば着手金詐欺というものがあります。これはどういうことなのか。着手金だけを分取って、あとはとんずらをかますということになります。これは着手金、すなわち数十万円を取る、そしてああじゃないこうじゃないと言って工事を手をつけない、また後で内容が違うなど何らの理由をつけて着手金を返さない、こういうようなことがやはり悪どい業者も多いということになります。やはり支払うタイミング、着手金はあってもいいとは思いますが、工事のはるか前に請求書が出てきたりですね、実際に契約書がなく値段が安く着手金だけ取られたという悲しい事例もあるっていうのも事実です。あとは解体にまつわる事前手続きはしてくれるのか。ライフライン、届け出関係、地元の挨拶回り、トラブル窓口、すなわち解体工事は展開が早いですので、事前準備が大事です。このような届け出関係や地元挨拶、トラブルの窓口、ライフラインの姉妹などきちんとしてくれるのかということも大事です。いや、やはり安く受けているのだから、このあたりの対応はお客さんの方でやってほしいとかいう無責任な業者もあるのも事実です。実際に解体工事の進め方、どのような手順で工事を行うのか、どのような機械を使い、どのような車を止めるのか、駐車場は用意しないのかというようなことを施工方法というんですが、そういう内容を聞いた方がいいでしょう。やはり不法投棄の次に、やはり工事デマ、すなわち自分ところの工事の手間を雑くなる、また小さい機械で最初は潰してからエリアを広げて大きい機械を入れなければならないところを、いきなり機械が座ってぐしゃっとつかみ出す、またもう言えば生活道路を車で通せんぼ、機械を止めて車を止めて人も通れないというような工事の仕方をする場合は、やはり近隣に迷惑がかかります。なので、どのような手順で工事を行うのかということを具体的に説明してもらうことがいいと思います。実際に蓋を開けてみると、あーちゃーということもありますので、そのようなことがあるとやはり近隣トラブルの原因となります。また共和一狭い土地や通路が狭いところ、また学童が通るところや通勤時間帯、通学時間帯に人が往来する道などはガードマンや誘導員を配置するのか、近隣への対応を親切に行っているのか、こういうようなことも聞いてもいいかもしれません。やはりやりっぱなし、人手を減らす、やはりたくさんのトラックを止めっぱなしにするなど、やはりどうしても工事の親切さがなくなってくるということになってしまいかねません。また解体工事は 30% から 40% は処分代、すなわち投棄費用にかかります。処分はどこに捨てるのか、不法投棄はしないのか、事前にどこの処分場に持っていくのかなど、そういうことを事細かに聞くのもいいかもしれません。いやー、ちゃんとほかすよとか具体的に説明できない場合は、少し不信感を持ってもいいかもしれません。
値段もそこそこにし、実サービスがどのように提供されるのかを質問する。説明が曖昧だと不親切に思った方がいいでしょう。例えばカラコン、工事の区画を仕切る明示ですね。あとは工事中の看板など、やはり相手を工事してますよということを明示する看板類、掲示類なども大事です。あとは見積もりが安い会社、実際に会社に訪問してみる、見て漢字を見て頼むか判断する。どのような会社なのかということをきちんと見てですね、判断する。昔の銀行さんがよくやっている手口や、やはり新しい新規顧客を得る時に、契約をする時に実際に会社に訪問して説明を聞くなど、営業マンから古典的にやっている判断材料となります。このように解体工事を実際ね、頼む場合、いろいろ聞いてみるのも一ついいかもしれません。値段だけを重視するのはもちろんいいことなのですが、やはりそれに見合ったサービスを提供してもらえるのかということを聞いてください。いくら安くても同じランクの会社同士、同じ技量、同じ知識、同じ人格を持った人たちで値段交渉をするのでは話は分かるのですが、全く道徳感がない、全くそういう意識はない、ただ壊すだけということになると、やはり安かろう悪かろうの話になってしまいます。解体工事の値引き合戦は不法投棄の温床になります。適正価格で工事をしましょう。解体工事見積もりおよび相談事は株式会社サポートプランまでお願いします。電話番号は 050-3559-3405、 メールアドレスはsupport_plan@beach.ocn.ne.jp です。この動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。